このチャンネルはご覧の協力でお送りします。築約140年の歴史的建造物が一棟貸しの宿泊施設として生まれ変わりました。内装もレンガや梁をそのまま生かし、インテリアなどは北海道の作家の作品を飾っています。ポートサイドイン函館、西埠頭を望む異国情緒あふれる街並みを楽しめる宿です。ポートサイドイン函館にお邪魔をしています。運営されますステープル函館の取締役でいらっしゃいます園部裕樹さんにお話を伺っていきたいと思います。園部さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この建物自体はもう140年近く、はい、そうですね、約140年です、はい、ね、建つ建物でございますが、函館市の、景観形成指定建築物に指定されている建物でございます、はい。基本的にこの建物自体というのは昔はこういろんなところで使われてて、はい、私は喫茶店だった時にお邪魔をしているんですけれども、はい、そもそもこの運営をされるというステープル函館さん、はい、本社はどちらにあるんでしょうか。ステープル函館というのが函館のために作った会社ではありまして、はい、ステープルという本体というか親会社が今広島尾道と、あと東京日本橋に拠点を置いて、はい、ホテルですとかレストラン、飲食店、あとオフィスの企画開発などもして、こう徒歩20分圏内の街づくりを広島と日本橋で、はいはい、している会社になります。街づくりをしてらっしゃるってことなんですか。そうですね。ってことは東京以北は、はい、は函館が初めてです。はい、まあ大変嬉しいことでございますがなぜここ函館だったんですか。函館は、まあ、いろんな会社だったり個人的な友達がいたりとかはあったんですけど、はい、去年2023年の3月に初めて会社のメンバーで視察に来て、はい、そこで結構会社としてもですし個人的にもう一目惚れ状態で、はい、ぜひこの街でっていう時に、まあ、西部地区もご案内いただいて、はい、本当に徒歩20分圏内の街づくりができるエリアかなというポテンシャルを感じたので、あ、はい、っていうところからでした。なるほど。じゃあ、まあターゲットとしては、まあ北海道で玄関口だし、はい、港のそばの函館っていうところがあって、はい、まあ、偶然じゃあこの西部地区、まあ、お知り合いもいるというところで、はい、こういらっしゃったということで、はい、この建物はいろいろとこう函館は古い建物も建築物あるんですけど、そうですね、はい、ここをいいねというふうに思われたのはどういうところだったんですか。わあ、たまたまこのエリアを街歩きみんなでしてる時に、はい、こうたまたま目に入ったんですよね、はい、で結構みんなでこう外観でまず素敵だねっていうふうになって、はい、でここが、まあ、赤レンガからも歩いてこれる範囲、はい、でただこうなんていうんですかね、赤レンガからすぐなんですけど閑静なエリアであって、うん、で、まあ、角地にあってすごい目立つ建物だったんですけど、中を少し覗いてみたら、はい、結構老朽化が進んでいるというか、こうなんかしばらく使われてなかったんだろうなっていう中の状態で、はい、でそれはすごいもったいないよねっていう話をこうメンバーでしていて、はい、でなんかこういう建物がこう売りに出ていたらこう我々で何かしたいのにねっていう話をしてたんですけど、はい、でその日の夜みんなで湯の川の宿泊まりながら調べてたら本当に売りに出てたんですよ。本当ですか、はい、もう出会いですね。なので本当にたまたまです。でそのタイミングですぐに申し込みしてっていう本当ですか、はい、もう一目惚れ で偶然売りに出されてるじゃんっていうことで、はい、それはすごいですね。本当にたまたまでしたな。本当ですか。でこちらの建物自体は、まあ、1階と2階に、なってるわけですが、はい、じゃあ、まあ、ここをリノベーションしてっていう時にはじゃあどういう形にしようかっていうそのアイデアはどういうふうにして出されたんですか。当初は何に活用するか決めずにとりあえず場所と建物の外観良かったのでまずしまってで後から何にしようかって、で我々通常であればこうオフィスだったり飲食店ホテルをやっていて、ホテルもこう友人のホテルなんですね。基本的に20室であったりとか、はい、でこうサービスがあるホテルをやってるんですけど、うん、でいろいろじゃあオフィスかなとか飲食店かなという話をしてたんですけど、うん、まあ、やったことないですけどこう一棟貸しやってみようかみたいな話に
じゃあステープルさんとしても一棟貸しっていうのは初めてですね。初ですか、はい、わあ嬉しいですね。ゼロから一棟貸し作るっていうのは初めてです、はいはい、あそうなんですね。そうなんですよ、まあ、建物1階はこうして後で、まあ、皆さんにもご覧いただきますけれども、今ちょうどあの園部さんの後ろの方には、はい、こうなんていうんですか、飾り棚があって、はい、いろんなこう飾り物がありますけども、はい、このセレクトイメージはどんなイメージですか。イメージはですね、あのこのものによってはアフリカの民族の民芸品だったり、ちょっと日本洗濯板っぽいものを置いてたりするんですけど、あのイメージはあれですね、こう我々最初ちょっとお家っぽくも見えたので、最初ポッサイドインって名前決まる前はみんなで白い家って呼んでたんですね。でプロジェクト名が白い家で、でなんかそこからスタートしていって、でゆくゆくこうどんどん形作られていくときに、はい、こう誰か人が住んでたような雰囲気を感じられるだったりとか、なるほどっていうイメージもありながら、こう、まあ、函館っていう町なので、まあ、開港した地 で当時は多分おそらくいろんな文化とかがこう混ざり合っていたかなと思うんですけど、はい、なんかそういったところを表現できればと思って、はい、あの備品だったり家具を選定してます。そうなんですね、はい、なんかこう初めて入らせていただいて、あのまあ、前の喫茶店の時には入ったことはもちろんあるんですけど、はい、何かしら雰囲気落ち着くというか、はい、そんなイメージがやっぱりありますね。イメージの作りがそうなんですよね。はい、でこのちょうど2階にあの上るその、ステップのところにはこう、はい、アイヌ文様の、これもアイヌのようにも見えるんですけど、これもアフリカの部族の人気製品なんです。そうなんですね、はい、へえ、そうですか。まあ、今回こうして一棟貸しという形になりますと、はい、まあ、利用していただく方々っていうのは、まあ、観光客の方が多いと思いますが。そうですね、はい、ただあの一棟貸しにするとこう街に対してなんていうんですか、閉じられた存在というか、例えば今回もリノベーションして宿として始めましたけど、それでずっとやってるとこう地域の方々からするとなんか電気がつくようになったけど、こうお店ではなさそうだし、はい、看板もないけどなんだろうみたいになってしまうと思うんですよね、はい、でなんか私もすぐ近くに住んでるんですけど、なんかそうなってしまうのは結構私たちのやりたいこととは違っていて、はい、こうできるだけ街に開けた存在でいたいなとは思ってるんですよ、はい、でそういったところをこう拡張していたり今後も増やしていくことで街のにぎわいを盛り上げる一助になればなとは思ってるんですけど、はい、なんかそういった時に、まあ、宿泊はもちろん外の方来てほしいんですけど、ずっと宿泊で回し続けるというよりかはこう宿泊の役がない時はこうイベントスペースとして使っていただいたりですとか。なるほど、はいはい、地域の方々の例えばコミュニティで何か、そうですね、あのここでこう泊まりがけで勉強会しようとか、はい、パーティーしようとかっていう時でもっていう感じですね、はいはい、なので地元の方にもお使いいただきたいなというふうには思ってます。園部さんご自身函館の印象はどんな印象をお持ちですか。印象ですか、うん、今冬なんで寒いですけど、はい、人がもう皆さん温かい方々ばかりで、はい、なんかそこに救われてると言いますか、私そのステープル函館やるとなって一人で引っ越してきてるんですが、会社の人が他にいなくて、はいはいはい、まず一人ですねまず一人で、はい、そこ一人で最初寂しくなるかなと思ったんですけど、本当引っ越した当日の夜に歓迎会皆さんしてくださって、そこからも友達の輪がどんどん広がっていって、今全く寂しい思いをしていないのでおかげさまで、はい、ありがとうございます。本当に温かい街ですし、なんか西部地区もそうですけど、函館市全体で見てもこうコンパクトな街といいますか、こう人口は決して少なくはないですけど、こう人の顔が見える街だなっていう印象はすごいあります。どこか行った時にあ誰々さんの知り合いでしょ、はい、みたいなのが起きるのがすごいなんか居心地がいいというか、ちょうどいいキャパシティっていうか大きさですよね、函館、はいはいね、自分で住んでいる私が言うのも何ではございますがでもそうやって言っていただけると大変嬉しく思いますし、はい、ぜひあの、ステープル函館さんが、はい、あのこれからまた展開するであろうことがいろんな方々に知っていただいて、函館を、はい、もっともっとあの多くの方に知ってもらって、はい、あのそうですね、豊かなあの皆さんの笑い声があふれる街づくり、はいはい、ぜひしていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、
はいはい、今日はもう本当に、こうちょっとね雨になりつつありますけれども、これからもっともっといいシーズンになってきますから、そうですね、また雪も溶けてってなってくると景色も変わるかなと思うので、はいはいはい、ぜひいろんなところで園部さんこの、 あの建物を紹介していただいて、はい、ありがとうございます、皆さんと仲良くしていってください、はい、仲良くしてください、はいはい、よろしくお願いします、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いします、ありがとうございました。このチャンネルはご覧の協力でお送りしました。